皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。いやー、なんかね、引く気はね、ちょっとというかだいぶ薄れてて、もうどうかな、引こうかなっていう風にね思ってたんですけど、まあ結局ね、来ちゃいましたっていう感じで、まあもうちょっとだけ、引こうみたいな。でね、俺なんでね引こうかなと思ったと思うと、あのワンピースのカードね、当選して買うっていう風に前回の動画で言ったと思うんですけど、なんかね、よくよく考えたらまあ別にいらねえなっていう感じで、いらねえなっていう感じでだったし、なんか試しにっていうか、なんか普通にポッとアマゾンのね自分のカート見たっけ、なんかもう中古ってなったの。お客様だけ買えますっていう風に出てるんだけど、それ招待リクエスト来てたね。だからそれもなくなって、なんか中古品が俺のカートに入ってるって状態だったのね。状態で、まあこれも別買わなくていっかみたいな感じで、もう、って感じで、もう諦めたって感じですね。だからその分4000、5000ぐらい浮いて、まあこっちに回せますよっていう感じ。だから引いてくって感じっすね。で今ね、あのゲオに着いたんですけど、やってるかなっていう感じなんで、まあどうしようかなっていう、まあどうしようかなっていうか、まあやってなかったら別のとこ行けばいいんだけどねっていう感じっすね。まあとにかく引けばよかろうなのだ。前引いた回数だけなんだよね、今回ジョジョ引いたのは2回ね、前動画に出てる限り2回しかまだ引いてなくて、ジョジョはタオル2個ね。でタオルね、ワンチャンこうワンチャンってか、まああと4個で4つでコンプリートするの。ジョジョの1部から6部のボスのタオル、名言のタオルだから、まあ2つ引いたらあと4種類欲しいよね、欲しいっていうか、まあかぶらないとすれば4種類だよねっていう感じで、まあ今5回ぐらい引いて、5回か4回引いて、もうそれ全部タオルっていう可能性はないと思うけど、まあ一応フィギュアも狙うけど、タオルもう出たらもうそれで終わろうかなみたいな感じ。まあタオル飾ってもねいいかなっていう感じなんで、っていう感じね、行きましょうか。じゃあ行きましょう。やってなかったっすね、ゲオね。終わってましたね。やっぱね、ゲオね、割と激戦区みたいな感じのがあるんで、もうね、ジョジョの張り紙とか、ナルトの張り紙とかってよりも、進撃の張り紙貼ったからね、あそこに。もう新しく。もうね、進撃の話題だもんね。夏のお盆セール終わったら、もう除湿機っていうか、除雪機の CM やるぐらい早かったよ、もう進撃だったもんね。じゃあ次行ってみよう。いやー、ローソン着いたけどね、ここで決めてあるかな、まあ、まだ中身確認してないけどさ、中ね確認してないけど、まあかけるしかねえな。なんかもうあんまり暑くて移動したくねえんだよなーっていう感じですね。ローソンでハピロー。いやー、いい感じだけどね。なんかフィギュアがね、ディオしかなかった。解消もいい感じなんだけどね。残り何回ぐらいだ ?30 回ぐらい。いや、30回。25はなかったはず。なんか軽く数えても倒ると、あと、ビジュアルボードの数がもう全然足りなくて、あとは、ラバーキーホルダー、ラバーコースターか。あと、大皿あった感じ。あと、ディオ。シーショーの。まあ、22ぐらいかな。22で、フィギュアあと、もう一個あれば行ってたけど。まあ、あとだな。あとってか、ここはちょっと、まあ、やめるって感じで、次行きましょう。いやもうね、こう4件目ですよ、4件目。
ゲオも入れて5軒目かな、マジで。もうね、こう決めたいね、うん、っていう感じで。ローソンでジョジョロー。ディアボロ、ディアボロのみ、解消モリモリ。ディアボロはいらない。今回ディアボロとプッチはいらない。次行きましょう。次へゴーです。よし、決めます。ここで決めます。これ何軒目だ、6軒目7軒目ぐらいですね。うん、ここで決めますか。じゃあ頑張りましょう。ここね、フィギュアが確か3個ぐらい、2個か2個あって、だっけ、ラバーチャームとタオル、もうめっちゃ少なくて、でビジュアルボードもなんか少ねえっていう感じで、あ、引こっかなみたいな。カーズとプッチ残ってた。まあ欲しいのじゃないし、まあでも引いとこうかなと思って、裏側見たっけ、もうほんとビジュアルボードギッチギチにこんぐらいだったもんね。これはやべえと思って、もうここはやめましたね。じゃあ、あと1軒か2軒ぐらい行って、じゃあ終わりにしますか。まああと1軒2軒でもう決めるって感じで、うん、行きます。はい、後日なんですけども、まあヒーター後にね、すぐ取れればよかったんですけど、ちょっと充電なくて、で充電した後にやろうかなって考えてたんですけど、普通に忘れてて、うん、まあちょっと今やりますと。じゃあまずとりあえずこれはね、キラいいね。まあとりあえずなんかこれ相性が1個しか当たんなかったから、2回引いて1個しか当たんなかったから、とりあえず一番欲しいやつもらってきた。なんかディオがなかったかなっていう感じで、ラバーコースター。じゃあ開けますか。シアハートアタックとザワールド、キラクイーンが欲しい。お、ええじゃん、石石だ、いいですね。でかっ、でかっ、いいじゃんこれ、なんかすごいおっきい、でかっ、いいですね。まあ、今紹介してるところはね、まあ新たなローソンなんですよ、田舎のローソンでね。まあ結構もうね、田舎だからワンチャンあるだろうみたいな感じで来ました。うん、ちょっとお墓参りついでにね、ちょっとねーっていう感じ。まあ一応ちょっと神様のパワーをもらって俺も弾きたいと思います。じゃ行ってみよう。やっぱりね、田舎でもちょっとダメでしたね。プッチが残ったんだけど、あとはモリモリモリ。じゃあね、ほんとかけるしかねえな。昨日行った、一番最初に行ったローソンのディオ残ってるところ、そこ行くしかないかな。うん、そこか、あとは最後に引いたとこが、まあ吉良、吉影、プッチ残ってたから、そこかなっていう感じで、まあどっちか行って決めます。悲しいことが起きてしまいました。俺がね、目をつけていたディオが残っているであろうローソンが、もうね、跡形もなく、ジョジョのポップもね、もう取り下げられてるっていう状況でして、
ドラゴンボールのやつが置いてあるんですよ。今始まったかのようにね、ドラゴンボール一番くじ新登場みたいな感じで大々的に置いてあるんですよ。もうドラゴンボールはね、まあ、終わってるはずと言えばおかしいんですけど、こうなってる以上はね、もうないですね、徐々ね。悲しいですね。じゃあもうね、ジョジョはやめてナルト行きましょうかね、うん、ドンキにねナルトいい感じのやつあったんで、それで決めたいと思います。4回ぐらい引きましょうかね、うん、フィギュアも3つ残ってていい感じでした。じゃあそっち行きましょう。悲しいですがこれが現実ですね、うん。もうね、諦めます。諦めるって感じで、まあね、ゲーセンに行って UFO キャッチャーでなんかフィギュアあったんですよ。歌のフィギュアね、ワンピースのあったんですけど、なんかアームの力弱いか、攻略方法あるかどうかわかんないですけど、なんかアームの力弱すぎてあれは無理だなと思ってやめました、うん、ちょっとやって、うん、まあ、ちょっと弁当食って終わりますわ。もうマジ一番くじだるすぎるわ。なんか残り探しとか、秋田だからさ、めちゃめちゃ激戦じゃん。都会だったらワンチャンねっていう感じあるかもしれないけど、なんかもう諦めるわ。ちょっとローソンの唐揚げ弁当でも食っても諦めることにします。てかあれじゃん、明後日とか進撃じゃん。今日8月の17とかだから明後日進撃じゃん。じゃちょっと進撃神引きしちゃおうかな、うん。じゃあありがとうございました。またお願いします。さらばだ。